こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、奈良記念競輪、いよいよ最終日、12エース決勝戦の予想を行いたいと思います。えー、こちらですね、えー、北日本が4人揃いました。えー、非常に有利で、有利なので、有利だし、えー、前をま、一番前を回る新山京平があ、やはり、一番、あの、 先行が多いというか、他のラインは、まあ、逃げる可能性が低い、まくりの、まくり、で、ラインも短いということで、えー、素直にもう北が逃げると思いまして、えー、北日本を中心といたしました。えー、村まあ、村上の出方が気になるところですが、まあ、番手を含めた総力戦じゃないかなと思います。 12レース決勝戦ですね。えー、ご覧の9人、SQS 班はじ、えー、地元地区、京都の村上博之だけです。一番点数を持っているのは全日本選抜準優勝者佐藤慎太郎ですね。はい、えー、こちらですね。えー バック回数、ホーム回数とも審査が圧倒してますね。次が、えー、短期の6番車、長島大輔ですね。これは、長島も本来先行はしてもいいはずなんですが、やっぱり短期は多勢に無勢ですね、えー。次が原田健太をバック6回、ホーム5回。えー、まあ2、 決まりって見て分かる通り、まくりが圧倒的、かつ、二者ということもあるんで、やっぱり先行はこれ難しいんじゃないかなと思います。えスタート回数は小倉が5回ですかうん、これがトップ。村上も3回ありますね。まあ、えー、っと、番手の山崎が、 新山番手の山崎がですねよ、横に不安があるだけに北日本が前へ出てしまう可能性もありますが、えー、っと、小倉か村上が S 取って、どちらかが前回りかなと思います。まあ、 あの見てみないと何とも言えないですが、北日本は後ろ回りなのかなという気はしますね。えー、ラ,ラインとしては、あの村上平行も前を回るということで、果たしてどういう競争をしてくるのか。 ちょっとタウンズなんですね。えっ、ー、と、これはもう、あの、北日本が人気被るんじゃないかなと、思ったんですが、なんと、意外なこと、一番人気が、えぇ、ー、4人原田、小倉、7.0倍。二番人気は北日本ではありますが、あの、えっ、ー、と、山崎、佐藤の突き抜け、9.7倍ですね。 えっと、これはですね、まあ、原田の調子の良さと、まあ、新山が、全場所、まあ、全場所って別府の全日本選抜なんですが、と、あと、まあ、いまいちピリッと来ないっていうのはあるんですよね。それがちょっと嫌われてるんじゃないかなと思います。 さあ、えっ、ー、と、予想に移りましょう。えー、ご覧の通りですか。えー、やっぱり先行するのはしんちゃんだと思うんですよね。まあ、理由は大きくあるんですが、準決勝ですね。えー、やっぱり後方からの、後方に置かれ、8番手だったかな、置かれてしまって、自分だけまくりが届いて、 後ろを連れて行けなかったというのがありますね。やっぱり新山でダッシュ力が魅力なんで、踏んだところが離れてしまう可能性があるんですよね。山崎であれば、やっぱり追走にも、追走に不安のある山崎であれば、うん、ダッシュで普通に先行したら、ダッシュでついていけるのかなという疑問もありますよね。 あと、まあ、村上の出方ですよね。これ、普通に、北4人出して5番手って、いいのかなと思うんですよね。5番手だったらちょっと辛いですし、やっぱり、えっ、ー、と、新山の番手の山崎も、基本的にまだ、まくり主体の自力型なんで、えっ、ー、と、出ていっちゃうと思うんですね。まして、新山。 えー、準決勝、まあ、ご覧の通り逃げられなかったんで、その分ですね、やっぱり、ある程度早めの仕掛けになってくると思うんで、まあ、うまくいけば、あのー、うまくいけばというか、飛びつかない仕掛けというか、まあ、早掛けをする可能性があるかもしれないんで、まあ、そうした時に、 4射で一気に出切ってしまって、5番手以降が離れるという展開もあるかもしれないですね。さらに、まあ村、原田にしても村上がいるんで、想像やすやすと5番手取れるとは思えない。えっと、流れとしては、一度、まあ、前を取るのが原田とすれば、普通に新山が抑えに行って、村上も切って、 村上が飛びつくっていう流れかな。で、原田が後方に置かれて、えー、仕掛けを待つ、まあ。あまりにも競りがごちゃつけば、ちょっと山崎、ごちゃつけば、あの原田がまくってくるんですけど、えー、っと、村上がもう番手に行くって決めたら、ちょっとやっぱり、さっきほど言いました通り、追走技術に不安がある山崎は、 苦しいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういう、準決勝のこともあり、そういうせらせない、まあ、ラインで連れていく競争を診断がするか、する可能性も、まあ、十分あると思って、これは半々だと思うんですよね。まあ、 その資格があるかどうかってことですよね。今場所の新山に。資格があると思っているかどうかってことですよね。それが山崎に、ここは、あの、花を持たせるというか、もう地元地、地元じゃない、い北日本が、誰かが優勝できる、あの、仕掛けをするという可能性も残っております。なんとなくですが、まあ、村上がせられないせよ、せったにせよ、 まあ、ハーダ、すごい絶好調。あの、い、これまで負けなしの3連勝ですからね。ですが、競輪は展開なので、そんな、まあ、ポカの多い選手っていうのもあるんで、簡単に行くのかなという疑念はありますね。その上でですね、やっぱり、これ事実上の新山の先行一社なんですよね。 確かに、新山、それほどいいとは思わないんですけど、他に叩いてくる選手も、まあ、いない。原田が2社へ叩いてもしゃあないですし、まあ、もちろん、あの、原田というか、まあ、四国と近畿が裏の結束をして、新山を後ろに追いやるという手もあるんですけど、原田の逃げって、逃げだと、せいはね、 不安なんで、よっぽど遅いし、あの、かけ、遅く本格的に踏まないといけない。つまり長く新山を抑えておかなければならないんですが、ちもちろんそこで長島の、あの、大がましもあるんで、大がましも考えると思うんで、そんな簡単にはいかへないと思うんで、やっぱり数を力、かつ、やっぱり、経緯の原則、えっ、ー、と、先行は1社なのか、あの、 徹底先行は1社なのか2社なのかということを考えると、やっぱりこういう結論になってしまうんですよね。ではですね、えー、まあ、先行1社って基本的に、まあ、前、逃げの、その先行1社の逃げ選手が有利となるんですが、新査の掛け方なん、一つなんですよね。何度も言う通り、準決勝のことがあるんで、 正直、まあ、力を出し切る競争をするのかもしれない。それをあの、村上が気づいて、えー、気づいて飛びつけるかどうかですよね。まあ、そうでなければ、えー、っと、簡単にこの辺で決まってしまうでしょうね。でも、村上やっぱり引を浴びてし、俊敏に動くんで、 私はどっちかというと番手勝負に行くという面を、えー、っと、可能性を重きに置いたちょっと予想目にしましたね。3、え、球、ー、というのがありますけど、これもやっぱり山崎が足を使ってしまって慎太郎がかわすという、最後直線かわすという流れもあるんじゃないかなと思うんですね。 あとは、まあ、原田のまくりがどこまで届くかどうか。やっぱり調子いいというのは無視できないけど、ちょっと私は、うんてこのナビ予想を見る限りは、そんな簡単にはいかないよとは言っておきます。原田の成績見てても、うん、別府でも、まあ、準決勝は乗ったものの、 準決勝以降があまりパッとしなかったですからね。もう今場所の出来だけで、そんな簡単に上げていいのかどうか。そうですね。ま、何しろ。やっぱり、そうですね。 三3んんバンクということもあって、直線が短いですし、えー、北日本で仕方ないんじゃないかなと思います。はい、以上、えー、予想をお送りいたしました。ご視聴いただえっ、ー、と、こちらですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されますので、 お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。